ドーラン大使とは、15世紀後半における、モンゴルトゥメトブの統治者である。チンギスカンの弟カチウンの後裔であり、ボライタ使と組んで、マルコルギスハーンを侵略するなど活躍したが、最後には、マンドゥルンハーンに殺された。漢文資料では、帝王脱脱艦、大使、王子と表記され、このうち、大使がドゥーガンマ、アロングティジーの翻訳で、脱脱艦が本名であるとみられる。 また、資料によっては、ドガラン大事を率いるドーラン大事であったと記されており、マルコルギス・モーリハイの同盟に対して、ボライとドーラン大事が同盟を組んで、反殺害に至ったものとみられる。モーリハイは、マルコルギス・ハーンの侵虐を受けて直ちに、ボライを打倒して、モーラン・ハーンを擁立したが、同時期に、外とモンゴルでは、オイラとの勢力を再建したオシテムルが闘身しており、 モーリハイは、オルドス地方に筆足することを余儀なくされた。聖火元年には、オイラトノーシュテムルが派遣した使者に、占い、脱刊栄意の人物が随行していたことが記録されており、モーリハイと敵対するドーラン大事は、この時期をシュテムル率いるオイラト部族連合と同盟を、組んでいたものと推測されている。聖火2年には、モーリハイオン及びモーランハーンが殺されたが、当時のモンゴリアでは、 これといった有力者を書いていたため、約10年にわたる、ハーアン空意時代が到来した。この頃より動乱大治は、明朝の記録に登場するようになり、生下6年正月には、明朝日者を派遣して、戦府沈管家の野木爪峰より入港することを要求した。入港と偽って信仰することを恐れた、明朝によって、この要求は退けられたものの、 この後も2月3月と連続で死者を派遣している。1470年代には、ベグイコール・アルスラン大使が当身して、オルドス地方に入り、モンゴルの有力領幸の一人として知られるようになった。成果10年には、ベグイコール・アルスラン大使とド乱ラン大使が、明朝との国境地帯に近づき、明朝朝廷は、陳寿、総兵等の間に警戒を呼びかけている。 1475年、ベグイコールアルスラン大使は、マンドゥルンハーンを擁立し、10年にわたる空位時代を終結させた。即位したマンドゥルンハーンは、マルコルギソハーンの仇を取ると称して出陣し、ドーランタイジを殺してドローン・トゥメトを征服した。マンドゥルンハーンはドーランタイジの最も有力な、配下であったトゥルゲンを新たなトゥメト武両氏とし、自らの娘をトゥルゲンの息子、 補佐員に嫁がせて隕石関係を持った。これ以後、トゥメトブはカチウン家の統治を脱してトゥルゲンの家計を領主とする部族として活動するようになった。ありがとうございます。